こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon で悪い評価をもらった時の削除依頼ですね。それについての話です。カートを取得する、あるいはね、高く、いずれにしても悪い評価をもらったまま、悪い評価を削除しないでおくとですね、カートは取れなくなるし、値段で見て買う人も評価が低いと、なかなか買わないと。いうことが起こります。ほとんどの場合ですね、自分の、落ち度だからやっぱこれ消せないかなというのでね、諦めてしまっている方いらっしゃるんですけど、大部分が消せます。で、システムでいきなり消えることもありますし、申請した途端に消えることもありますし、逆にシステムでは消えないけど、追加の文章を送って、消せることもあると。基本的に FBA を使っている場合はですね、それをうまく利用した文章を書けば、ほぼ、99%消せます。これも消せるんだというようなね、削除依頼をかけてこれも消せるんだというのでね、驚く方もいますし、あまり削除ね、悪い評価に削除してなかったのを、削除したら、カート取得率が上がって売り上げ伸びたという方もいらっしゃいますのでね、悪い評価がついたら、必ず、削除申請してください。もちろん、削除申請の仕方はですね、この理由を選んでくださいとか、こういう文章をつけましょうという、個別のナビ、サポートをしてますんで、お気軽にご相談ください。操作方法ともね、どこから入ればいいのかわかんないですとか、そういうのもサポートしてますんで、まずはチャットワーク、あるいはメールで、質問していただければと思います。悪い評価は、ついたらすぐに消しましょう。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。